忘れ去られたこの企画。お前ら黙ってくれよね。忘れてたのはうぷ主定期。半年前に投稿したちゃんぽん麺が最近やたら再生されてて思い出したわ。当チャンネル再生ランキング第2位なんだぞ。第1位は視聴者様自身で探してみてほしいんだぜ。ヒントはトップバリュのコーラよ。答えで草。というわけで、今回は私が超おすすめの商品を紹介するわよ。おう、アクしろよ。今回紹介する商品はこちら。え？平尾の塩辛。塩辛か、渋いところ持ってきたな。平尾ってなんだ？平尾は福岡で有名な天ぷら屋さんよ。いつも行列で入店するのも大変。天ぷら屋なのに塩辛なのか。頼んだ天ぷらを待っている間、サービスとして無料で食べられるのがこの塩辛なのよ。で、この塩辛があまりにも美味しいから持ち帰りとしても売られているのよ。でも塩辛は癖が強くて好き嫌いが分かれそうなんだぞ。これはそこら辺の塩辛とは別物なのよ。まあ説明するよりとりあえず食べてみようじゃないか。ちなみにこれは福岡から買ってきたのか？その通り、うぷ主が実家に帰ったついでに買ってきたのよ。つまりうぷ主の実家は福岡ってことかな。それだけは言えないわね。なんだこいつ。それにしてもこれどうやって開けるのかしら？密封されてるっぽいな。めっちゃ苦労してて草。そろそろ開くわよ。プンセサ。プンセサ。セサウプ。プンプン。最後ただ怒っただけじゃん。かわいいでしょ。あ、そうだな。見た目はこんな感じよ。塩辛ってもっとピンクの粘性の液体がまとってるイメージだぜ。もうちょっと表現考えて。一般的な塩辛のような発酵した匂いはしないんだぞ。黄色いつぶつぶは柚子のようだぜ。ではほかほかのご飯も用意しまして、時刻は午前3時、いただきます。ご飯は 0.7 合くらいあるんだぞ。夜中に食べるのは致死量の炭水化物だぜ。ちなみに使われているイカは、お刺身で食べられるくらい鮮度の良いものらしいわ。こだわりってやつなんだぞ。ではでは、いただきます。うますぎる。癖のない美味しい塩辛ね、柚子がまたいい仕事しているわ。ご飯もいただくわよ。いろんな音声使ってるな。スネークになったりマスオさんになったり騒がしいんだぞ。じゃあ私もいただくぜ。おお、確かにこれはうまいぜ。全く臭くなくて、イカ刺しを味付けしたって感じがするぜ。一般的な塩辛とイカ刺しの中間みたいなポジションって言えばイメージ湧くかしら？冷え冷えの塩辛とほかほかのご飯、これは手が止まらないんだぜ。日本酒にも合うと思うけどおすすめはやっぱり白米ね。じゃあ最後はフランがいただくんだぞ。これ以上コメントすることあるかしら？うまいんだぞ。うまいんだぞ。コメント浮かばなかったんですね、わかります。強いて言うならイカの身の食感と軟骨っぽいコリコリした食感があるんだぞ。お、確かにコリコリがあるから飽きずに食べられる気がするわ。珍しくフランのコメントが的を得たな。あがめたてまつるんだぞ。うんこの。というわけで一瞬でご飯を平らげたわ。塩辛チョビットで白飯がバガバいけたぜ。これは視聴者様にもぜひ食べてほしいわ。でも福岡まで行くのはしんどいんだぞ。わざわざ動画にしておいて現地でしか買えませんは勘弁してほしいんだぜ。霊夢ちゃんがそんな意地悪なことするわけないでしょ。なんと、平尾公式のオンラインショップがあります。おお、それはありがたいんだぞ。こちらの塩辛、店舗と同額の1200円で売っているわよ。でも送料高いんでしょう？送料は我慢しなさい。東京着なら1500円。塩辛より高くて草。まあ新幹線で東京福岡間往復5万だし、1500円で抑えられるなら安い方か。そうよ、ポジティブに捉えなさい。塩辛の他にもイカ明太とかわさび味噌とか売っているから要チェックよ。概要欄にオンラインショップの URL 貼っておくぜ。ちなみにオンラインショップで天ぷらは売ってるのか？売ってるわけないでしょ、福岡行きなさい。あくまで平尾の主役は天ぷらだからな。機会あればぜひ店で食べてほしいんだぜ。というわけで、今回の動画は以上よ。塩辛が食べたくなった視聴者様は高評価よろしくだぜ。うぷ主の実家が福岡なのか気になって昼と夜しか眠れない視聴者諸君は高評価よろしくなんだぞ。それだけは言えないわね。なんだこいつ。他にもおすすめしたい福岡グルメがあるから機会があればまた動画にするわね。やっぱりうぷ主の実それだけはもういいよ。それでは次回も、ゆっくりしていってね。